はい、お疲れ様です。今回は Excel から PDF 変換、保存する方法というテーマです。Word や PowerPoint でも同様の方法で変換することができます。方法として4通り紹介します。1つ目は保存です。ファイルの名前をつけて保存を選択し、 参照をクリック保存したい場所を選びファイルの種類をクリックしここでは下から4番目の PDF を選択しますファイル名は Excel のファイル名がそのまま入りますので必要であれば変更などをし保存を押しますすると自動で PDF が開かれます なお、保存前のオプションで、発行対象が初期設定では選択したシートとなっていますが、選択した部分やブック全体とすることもできます。二つ目は印刷です。ファイルの印刷を選択し、プリンターからこちらの Microsoft p r i n to PDF を選択し印刷結果を名前を付けて保存が表示されますので保存したい場所を選びファイル名に名前を入力し保存を押しますこの方法では PDF は自動で開かれません保存場所から開くとこのように作成することができています 三つ目はエクスポートです。ファイルのエクスポートを選択し、こちらの PDF, XPS の作成をクリックします。あとは保存の時と同じ手順です。四つ目はクイックアクセスツールバーです。左上のクイックアクセスツールバーの プルダウンをクリックします。なお、この表示がない場合は別な動画で表示方法を紹介していますので概要欄を参考にしてください。こちらのその他のコマンドをクリックしコマンドの選択からファイルタブを選びこちらの PDF または XPS 形式で発行を選択し 追加をクリックし、OK を押します。するとこちらにアイコンが表示されましたので、これをクリックするだけで保存する画面に進むことができます。応用としては、任意の複数シートを PDF にしたい場合は、あらかじめコントロールを押しながらシート選択をしてから、 それぞれの変換操作を行うことで、このように作成することもできます。以上、4通り紹介しましたが、使いながら自分に合った方法を試してもらえればと思います。以上です。ご視聴ありがとうございます。